県は三原市の産業廃棄物処分場を運営する業者に対して県の指導に従わなかったとして行政指導の中で最も厳しい警告を行いました。三原市の産業廃棄物処分場では先月の排水の検査で基準値を超える汚れが確認されました。県は廃棄物の搬入や埋め立てを停止するよう業者に指導しましたが、その後も一定期間続いたため対応を検討していました。今日の県議会の委員会で県は業者の JAB 協同組合に対し行政指導の中で最も厳しい警告をしたことを明らかにしました。従わない場合は行政処分を行うことにしています。一方、この処分場をめぐっては広島地裁が県に対して設置許可の取り消しを命じましたが、県は容認しがたいとして控訴しています。